はい、こんにちは、マン秋尾レイブンです。それでは今回はこちらのゲームコンビニブレイクをやっていきましょう。 OK、 よし。ちょっとなんかね、すごいコンビニでなんかただお買い物するだけのゲームのはずなんだけど、すごい激しいなんかバトルチックな BGM が流れてますね。何かが起きてるんだね、このコンビニで。一体ちょっと覗いてみましょうか。ゲームスタート。このゲームはフィクションです。実際の人物、団体、事件とは一切関係ありませんと。あってたまるか。これは主人公かな。城之内。よし、これで買うものは全部買い物カゴに中に入れたな。あとはレジで会計をするだけだ。なんかすごい髪の毛が極っぽいよね。なんかこのとんがり具合とか。しかもコンビニじゃ結構広いね。あとさ、ね、店内にさ、段ボールこの、ね。これがそのままポンって置いてあるの、ちょっとまずいんじゃないこれ。ちょっと、普通に考えて。結構ダメだよねこれって。これお客さんに見えないとか、バックヤードとかに入れとかなきゃダメだと思うんだけどさ。まあ、いや、心してかかるよ。レジへ向かう目的。決定は Z キー、Enter キー、メニューキャンセルは、X キー、バックスペースキー、ダッシュは C、シフト。結構コンビニじゃ広いよね、なんか。広いけど、あんまりなんか棚があるってわけじゃないね。すごいね、広大なコンビニだね、ここ。ちょっと試しにちょっと、まずメニュー。主人公、城之内、サラリーマン、HP は44、SP32、いるかそれ。で、年齢は26歳。この50って数字なんだろう。特技何かある。誰が特技を使用しますか。結構それっぽい。残業課金、ブラックな会社に勤めてたんだね、城之内。今日も彼は一人仕事を続ける。逆らえば給料はない。恐ろしい。課金、ハマっているソシャゲにはとりあえず課金する。これが大人の力だ。こんな大人になりたくねー。やだ。課金とかさ、僕結構ソシャゲ関係はね、無課金プレイヤーなんだけどさ、どうしてもさ、なんかコラボ企画あるじゃん。あれの時だけなんかね、うわ、このコラボキャラ絶対欲しいって時だけはね、ちょっと軽くね、ゆきちさんに1枚ちょっとポンって池に捧げちゃうね。まあいいや。アイテムなんかあったりする。あ、これがあれだ。カゴの中にあれだ。コンビニのおにぎり。かける4、4個。コンビニ特有の丸いおにぎり。そうなのかな？コンビニのおにぎりってさ、基本やっぱ三角じゃない？丸いんだ。これは、あれかな？どうなんだろう？でも、ね、有名なコンビニだったらみんな三角のイメージあるけど。だけど、大きいおにぎりだったらなんか丸いイメージあるね。タピオカミルクティー、今時っぽいね。一日の疲れを癒す、もちもち食感。まだレジを通していない。あ、そうか、全部はまだ通してないね。缶ビール、あ、仕事終わりの一杯ね。一杯なの3杯だ。俺だったら。これが大人の味。おつまみと一緒に一気に、のぞくへ流し込む。最高だね。サラダチキン、これがおつまみかな。筋トレを始めたばかりの俺が手を出したタンパク質。なるほど。精力剤、これを飲んで頑張ろう。大変だな君も。頑張れ頑張れ、未来を担う若者よ。電子マネーカード約1万円分。これで今ピックアップ中のキャラを手に入れるのだ。まあ、あ、なんちゃらプレイカードとかね、なんちゃらチューンカード的なあれね。1万円分めっちゃ課金するじゃんこいつ。あ、まあここら辺はいいと。よし、じゃあ行ってみましょう。まずレジじゃ行けばいいのかな、これは。あっ、カシル。我の目の前動きろとは。これなんて読んだよ。愚かかな。愚か、愚痴が過ぎたな雑誌。今のうちに死んでおけ小僧。なんでお菓子に俺やられたの？終わっちゃったよ。じゃあ続きやっていきましょう。 OK。 ちょっと待って。そしたらじゃあなんかセーブ機能だ。とりあえずセーブしとくか。よし、これ見る限りこの角度ほんと極っぽいよね。
したらあそこの前通っちゃいけないのか。え、じゃあ上から行く？うん、すんなら、普通にすんならあれじゃん。これ。何？会計をしてほしいだと。ふん、甘えたこと。貴様ごときが、この俺に会計してもらえると、本気で思っているのか。どんな店員だよ、この口調。不愉快だ。失せろ。失せられちゃった。え、下？下かな、じゃあ。何これ。あー、くっそ、サンドイッチ買うの忘れたよ。サンドイッチ買わないとだけど、動くのめんどくせえ。誰が持ってこい、クソがよ。なんで？え、この直接店員さんから話しかけられないの？あー、ダメなんだ。お客様、レジに触られるの困ります。まったくダメでした。サンドイッチか。こっち取ったらまたお菓子にやられちゃうもんね。おばあちゃんどうすればいいの？コピーの仕方がよくわからんの。そこのお兄さん、ちょっと手伝ってくれんかの。いいだろ、僕は心優しき若者だな。城之内、一緒に手伝うよな。ありがとう、助かったよ。これをお兄さんに渡そう。精力剤未会計。お、10個受け取った。嬉しいようでちょっと迷惑。これを買ってこれからもいろいろと頑張っておくれ。買ったものくれないんだね、おばあちゃん。おばあちゃん、それ普通にね、ちょっと なんか違う。うっ、傘が突然槍のように飛びかかってきた。ぐわっ、なんで、なんでだから。ウィンドウの中から突然ドリンクが飛び出してきた。うわー、なんでだから。え、だからなんで。ダンボールから。よくぞ我がここに眠っていると分かったな、小僧。え、いや、ほんと知らない。俺、そんなトラップ、そんな軌道ついちゃうと思わなかった、俺も。我の眠りを妨げた貴様こそ、我が好敵士として認めよう。やだ、これ絶対火吹かれて死ぬパターンでも。さあ、かかってくるがいい。いや、俺は別に。なんだ、来ないなら。こちらから行くぞ。逃げて、城之内。だからなんで。え、このコンビニから出たい？出たい。まずセーブは欠かせないね。ここはいつ死が訪れるかわからない。あとはそうだな、まあとにかくいろいろ触ってみることだね。そりゃったから俺死んだんだよ。さて、どのアイスにしようか悩んじゃうよね。ここはアイスか。なるほど。ほう、最近の機械はよくわからんの。どうやったらお金が下ろせるんじゃい。老人が ATM に苦戦しているな。急な選択肢だな。なるほど。じゃあこのハキオレベルはあえて老人にこう言おう。邪魔だ、どけ。相手はたかが老人だ。力づけてどかせばなんとかなるだろう。おい、どけよじいさん、邪魔なんだよ俺。ふぅ、お前か弱い老人に向かってなんてこと言うんじゃ。うっせよじじい、とっとと金を下ろさせる。やんのか？お前のような若者の引き際させんぞ。やられた。ジジイにも負けんのか。ここのコンビニからはそう簡単に逃れられない。それだけは肝に銘じておくなら。なんか違う。なんか俺の求めていた答えと違ったな。この青年なんだろう。多分これ近づく。このバケツ気になるな。なんだかバケツの底がすごく遠く感じる。
うわっ、えっ、いて、ここは、えっ、なんだ、およ、魔法王、なんで。よもや、ここへ人間が迷い込んでくるとはな。いや、貴様が選ばれたと言うべきか。何この展開。貴様、どうやってここへ来た。え、いや、俺はなんとなくバケツを覗いていただけで。バケツだと。あ、はい、そうだよ、ただバケツ覗いただけだよね。そうか、以前つなげたホールの残骸か。魔人様より選ばれし者がここをやってきたものだと思っていたか。まさかただの下等生物がわけもわからず落ちてきただけとはよ。何を言って。もうよい、貴様や興味は失せた。下がれ。ああ、何がしたかったの。ありがとうな若者、感謝しておるぞ。じゃあ、あばよ。勝ったんだ、あのレジオ。そんなことは許しませんよ。え、大人パラダイス、もうやってらんねえ。俺はやるぞ。うおー、そしたらシエサやっていきましょう。オッケー。今回はまあ急遽ね、当初予定には入れてなかったんだけど、まあ今日が2月11日、まあ世間一般でいうところのなんか建国記念日ということなんで、まあね、なんかやろうと思って急遽ね、だ今日本当にちょっと仕事終わりに、あ、もうやろうかなってパッと思いついて、で終わった後、まあちょっとパーッと今このゲームやって、まあ、さらっと編集してみたんだけど、ちょ、意外と時間かかっちゃったからね、急遽ねこの動画を、撮影した後にね、ちょっと編集時間かかっちゃうから、まさかの前編後編にちょっと分けようと思いましたとさ。はい、いや普通にさ単発でパッてやろうと思ったから今日1日で終わらせるつもりだったんだけど、さすがにねちょっと時間かかっちゃったから無理しちゃいけねえなって思って、ちょっとね今回はパート1ということで、なんで、ちょっとまだ次のパート2は、未定なんだけど、いつ公開するかっていうのは、もう他のね、僕の動画はもう編集終わったりとかして、もうあらかじめもう公開準備は済ませているんで、ね、ちょっと時間見つけた時にねパッとさ、編集も、進めて、でなるべく早くこちらの動画の続きはやっていきたいと思います。はい、ということで、この動画、楽しんでくれた方、次回も待っててください。多分面白い感じに編集してみせると思うんで、僕がまた面白い感じに、コメント叫びなんかリアクションしてると思うんで、期待しててください。期待しなくてもいいけど、ちょっと見てくれたら嬉しいなと。はい、じゃあ今回ここまでにしましょう。それでは発見はレイブンでした。またね、バイバイ。ご視聴ありがとうございます。これからもいろいろな動画を投稿していくので、よろしければチャンネル登録、評価、コメントいただけるとめっちゃ嬉しいです。それでは、ハッキーのレイビンでした。またね。バイバイ。